2024年7月22日、5チャンネルにこんなスレが立った。広がる、若者の孤独死。3年間に東京23区で742人確認。発見に死後4日以上が4割超。若者でも孤独死する。早速スレを見ていこう。誰にも見取られず一人暮らしの自宅で亡くなる、孤独死した若者、10から30代、が、平成30年から令和2年の3年間に東京23区で計74人確認され、うち約4割が死亡から発見までに4日以上を要していたことが21日、東京都監察医務院への取材で分かった。独居高齢者らに限らず、若者にも孤独死のリスクが広がっている実態が浮き彫りになった。孤独死に関する法律上の定義はなく、行政や自治体で異なるが、監察医務院は、自殺や死因不詳などの異常死のうち自宅で死亡した一人暮らしの人、としている。監察医務院が令和2年までの3年間に取り扱った一人暮らしで異常死した10から30代の若者は計1145人。このうち職場や路上などを除く自宅で死亡した、孤独死は 64.8%、742人に上っていた。742人を年代別に見ると、最も多かったのは、30から39歳で、402人。20から29歳、325人、15から19歳、15人、が続いた。15歳未満は該当がなかった。20から30代は年々増加傾向にあることも分かったという。一方、死亡から発見に至る日数については、最多が、2から3日の248人で、0から1日の189人が続いた。ただ、4から7日も127人いて、8から30日も114人を確認。31日超も64人で、4日以上が計305人と全体の4割超を占めた。孤独死をめぐっては高齢者が社会問題化しているが、今回明らかになった監察医務院の統計からは、若者も長期間発見されないなど、深刻化している実態が浮かんだ。監察医務院は孤独死の死因別の統計は取っていないが、742人の多くは自殺とみられる。若者の孤独死増の背景には、社会との接点や関係を断ち生活の能力や意欲を失って、セルフネグレクト、自己放任に陥っている若者の存在が指摘されており、国などの対応が急がれている。自殺、希望に満ちてど田舎から大東京にやってきた若者の末路。コスパとタイパのいい人生、好き勝手生きてコスパもタイパも最高値で人生楽しんで人生卒業するのが Z 世代で大ブームだからな。よっしゃー、やっとうちらの時代が来たな。孤独死、最高、孤独死、万歳、アホや。若者に自殺が多いっていう話？年々増加傾向とは言っても数値がないと何とも言えない。死んでも気づいてもらえない事例では？一人暮らしなのだし。死因別の統計は取っていないが、742人の多くは自殺とみられる。そこが重要なところじゃね？自殺だったら孤独死なのは当たり前だし。死ぬ瞬間は一人だろうけど、そこから4日以上発見されないのはなんとも。お前が言ってる意味がさっぱりわからん。あれ？珍しくあいつ興味ないねっていうくらい周りに顔見知りが多いような知名度のやつが自殺するとでも思ってんの？むしろ4日以内で発見されるような孤独死なんて、死ぬ理由からして矛盾してるパリピだろ。30代までは若者扱いなのに、40歳になると初老と言われる。2000年前のローマ帝国の哲学者も、何歳まで若者で何歳まで現役や年定率緩和って諸説あったらしい。年寄りは仕方ないけど若いなら仕事でも恋愛でも何でもできるじゃん。メンタルが弱くなってるのか。若いと徹夜で遊んだり不節制な生活しがちだから。孤独関係なく3年で742人が自室で死亡って多くない？多くもない。年間の自殺数感がえたらだと。孤独死とか、まるで日本社会が悪いみたいな言葉使いやがって、心筋梗塞や脳梗塞などの血管系疾患死やろ。多くは自殺って書いてあるよ。そりゃワクチン打ってますからね。心筋系の死因が多いんだろうな。公表してみたらいいのに。30代で孤独死とか定年して体動かなくなったらどの道か。孤独死、自死でなくて、氷河期は自死しまくりだった。もろもろ含めての孤独死だろう。ネットの接続が1日でもなかったら死んでるのを疑った方がいい。もうちょっと年齢層と死因で分けて分析しないと、大雑把でガバガバすぎじゃね。大半が自殺なのは分かったけど、なんで自殺を選んだのよ。理由を推測してから、そこから対策考えるんだろ。自殺するのはうつ病が大半。あとは統合失調症。なんだよ、孤独死だけでなく、孤独弱もかよ。子供部屋にいるなら孤独死にならんやろ。ワンルームマンションオーナーになりたいんだけど、自殺部屋って賃料下げないとダメなの？次の入居者に告知義務があるだけなんで間に家族友人を1ヶ月住まわせればそんな必要はなくなる。一人暮らしなら年齢に関わらず孤独死は必然だろ。広がるも何も昔からそうだろうに。通過大半が自殺だから公開自殺とか特殊なことやらない限り孤独に死ぬの当たり前の話。単に顕在化しただけじゃね。
もう当然のことのように30代が若者なんだな。氷河期世代が30代の時は求人が一気になくなる年齢だったが、一人暮らしなら無職じゃなくね。勤務先から人が来ないもんなんだな。さすが東京。普段からの勤怠悪いとただの無断欠勤としか思われないだろうね。自殺するやつは社会からドロップアウト寸前化したやつばっかだしな。社会にいてもいなくても意味がない存在。アパート Wi-Fi の通信量監視して使用量減ったら大家にアラート。これ、売れると思うんだけど。なんで大家なんだよ。鍵開けるのに大家が必要だし、腐敗前に遺体を運び出したいのも大家だからだろ。保証人の連絡先も知ってるから親族への連絡もスムーズ。そんな義務大家が好き踏んで追うわけないだろ。警察が来たら鍵を開けるくらいだ。ネットで、自業自得、他人に迷惑かけるな、って言われたくないから、自分が困った時に、助けてって言えなくなってるんだよね。その程度で救急車を呼ぶな、とか、生活保護ふざけるな、とかね。他人にそういう書き込みをしてばっかりだから自分が困っても他人に言えないんだよね。これからもっともっとひどい世の中になるよ。違うぞ。助けを求める窓口が機能してないんだよ。あなたはまだ若いから、働けるからと追い返される。酒屋さんが言ってたよ。昔の大学生は遊んで金がないからタバコも米も来月までつけといてってのがほとんどだったけど、最近の子は一人もいないって。客が減ったのもあるけどそこまでじゃないらしい。ネットで、自業自得、他人に迷惑かけるな、って言ってるね。東洋自身が近いうちに孤独死確定してるアラカンぐらいの独居老人なんだよな。低層老人のくせに安倍を支持してたり、脳内では勝ち組妄想することで精神保ってんだろうな。でも東京は人口密度的に件数が多くなるだけでどこでも同じようなもんじゃね。地方で若者の一人暮らしはそんなに多くないと思うよ。若いのに職場すら気づかないのはおかしいから生活保護でも受けてたのか。会社なんて無断欠勤しても電話に出ないは取りづらいからだと思って、1週間くらい放置は当たり前。日本人の8割は労務違反だらけの中小や飲食勤め。俺ならさすがに誰かしら来てくれて2日目には発見されると思うわ。毎日のように連絡を取り合う相手がいるってのは大事なことだよな。そういうやつは自殺しない。孤独死って言うけどさ、生き物って孤独に死ぬのが普通でしょ。孤独死を恐れてるのって人間だけ。人間は社会的動物とされてるから。突然死の場合、家族と暮らしていても一人の時に突然死ぬことも多いから、これも一応孤独死になると思う。朝起きてこないから様子を見に行ったら死んでたってことは多いもんね。発見は家族がいるから早いけど、死ぬ時は大抵一人、家族に見守られながら死ぬ方が珍しいよなと。人付き合いができてないバカの末路か。こんなことまで行政や政府の責任にしてる時点で若者は終わってる。都会ではもともと人付き合いなんて皆無なんだろ。まさか昔の下町みたいなのを想像してたんか。隣の家の人と挨拶とか会話とかしないの？行きつけの喫茶店や居酒屋とかないの？都会だと挨拶どころか隣人の顔すら知らないのが普通だし、行きつけの店の人が自宅まで様子見に来てくれるわけでもないしな。東京にも商店街に顔見知りはたくさんいるし、町内会に加入してる人や四股の人たちもいる。根なし草は何で自分が住んでる土地の人間スタンダードと主張したがるのか。1週間以上無断欠勤で音信不通だった入社3年目の娘っ子が俺の部署にいたが、社宅のドアノブで首くくってたぞ。女上司と女同僚で様子を見に行って首吊り見ちまったもんだから阿鼻叫喚で騒ぎになったな。男に振られてとかそんな理由だった気がするが、顔は良かっただけにもったいなかった。若者の特に女の自殺はもったいないな。一度やりたかった。お前は悪魔の化身。お前は大悪魔。お前は劣気とした性犯罪者予備軍。お前は性犯罪者一歩手前。お前同じ職場の女性に強姦したことありそう。20代の人生で一番人付き合いや遊びに忙しい時期に4日間も友達なり彼女なりが連絡取ってこない奴が今はいるんだな。まずそこにびっくり。個人主義教育の慣れの果てだな。個人主義でも人付き合い派するもんなんだけど、日本の場合は利己主義の末に孤立してるように思えるわ。死ぬ前に実家に帰ればいいじゃない。ある程度安定して職も見つけたらまた東京行けばいいじゃない。死んでも実家に帰りたくなかったんか。頼れる親ばかりじゃないからな。うちは精神的にも金銭的にも全く頼れない親なので、一緒には絶対に暮らしたくない。一緒に生活したら私の方が先に死ぬ。けど、両親ともども年老いたので、病院の送り迎えや付き添い、書類や健康保険類の、手続きなど事務処理は全部私がやってる。一方的に頼られっぱなし。こっちが頼ったことは一度もない。頼れないから、いざという時に頼れる親がいる人が心底羨ましい。セルフネグレクトによる自死なんだよな。高齢独身に多いが若者にまで及んだか。自炊するのも買いに行くのもそもそも食うことすら面白くなく。認知症のお父さんが亡くなって、周りから見たら楽になっただろうなって思われてた娘さんが後を追うように自殺したのもあるからね。精神的に依存してた部分あるのかな。
その娘さんの気持ちわかる。春に介護してた母親が亡くなって鬱になりかけた。てか今でもなりそうだから頑張って生きる理由作ってる。夏でよかったよ、外出したらシャワーを浴びたくなる気持ち出るから。俺もこの春に介護してきた父が亡くなったが、副自治会長として夏祭り当番長の指揮しなきゃならなかったし、他にも友人知人たくさんいるから鬱になっている暇はないな。忙しくていいな。うちの自治会は高齢化によりその手のイベントは消えた。あと消防団とかないので。母を知ってる知人がたくさんおるのですげー心配されるけどね。見てみ、小道寺小道寺って、散々馬鹿にする奴らがはびこった結果が、孤独死だらけというこのざまだ。工事。20代はおじとは言わんが。知り合いも孤独死してたわ。コロナ前だから5年くらい前か。ここ最近、突然死の結果孤独死って多いよね。友達の元旦那も突然孤独死したし、親類も前日までは元気で電話してたのに、心臓発作で突然死でびっくりした。心筋梗塞だったらしい。突然死は大抵心臓だなと、その結果遺産が入ってきたわけだけど。最近は東京で夢破れても田舎に帰らないからな。そんなに田舎が嫌なのか？確かに身分は固定されてるが。田舎で孤独死をしないのは、毎日窓から近所の人がずっと覗いているから、田舎でも近所付き合い薄いとこもあるけど、普通回覧板があるから、止まったらあれ？死んだ？ってなるよ。一人身で入院必要なレベルの渋滞だと救急車呼んでも病院が受け入れてくれないからね。それで救急車の中に8時間以上いたことある社会が孤独死するしかない状態なんだよ。んなことはない。孤独死にかこつけて結婚煽り、ご苦労さん。いや2年前の実話なんだが、当時はコロナを理由に、むしろ重症じゃなきゃ、入院できなかったと思うから、入院するほどのリスクがないって判断された。重症じゃない人の一人だと思うぞ。いや全く動けない状態、診察だけならってとこばかりで、あれ経験してもう救急車予防なんて思わんけどね。そのまま死ぬよ。一人住みのスマホには孤独死判定アプリを義務付けて、一定時間の移動なし操作なしを検知すると役所に通知が行くようにする。そういうのが実用化してセコムとかがやるんじゃないのか？費用的な機器とかに部屋のどっかにセンサー付けが実現できるような気がす。一番確実なのは冷蔵庫の開け閉めだな。ただ旅行に行くとき切り忘れると安否確認で大家とか土足で入られるとめんどくさい。社会ってさ全員が金銭的に幸せになれるように設計されてないもんな。結局誰かに冷や飯食わせてその分別の誰かがいい思いしてるんだろうな。生かさず殺さずだけど加減間違えて、子孫も残せず死にまくってるの。あと東京じゃ、自殺するにも、自室くらいでしかできないのが嫌だな。最後は自然の中で行きたいよ。何もかもクソ環境。確かにそう。もう限界かなと思った時に、その場でフラッと気軽に行ける自然が近くにない？自室以外は、電車かビル屋上しかないだろうな。東京から行ける大自然というと樹海を思いつくが、精神限界の時に中央線乗って移動する力なんてないことが多いだろう。なんか近隣に美しい景観のある場所だとかその人にとって必要な場所を見つけとくのがいいのかもな。都内だったら奥多摩の奥地だとか滝だとか結構あるよ。感謝しかない親には申し訳ないが、生まれてこなきゃよかったのかなと思う。なんかもう難関国立卒ハイスペで受験就活対勝利してきた無傷無敗のやつしか幸せになれなそう。お前そればっか書いてるな。学もないくせに汗かきたくないとか言ってるわけじゃないよね。一年間くらい自衛隊で集団研修して生き残ることを学んだらいい。若者が自殺する理由をある程度理解できてないと思いつかない皮肉だな。給料の手取りの半分を不動産屋に貢ぐ生活とか最悪だわ。その金を株式投資に回せば20年で資産3000万円程度は余裕でいける。凡人はコストのかからない地方に留まって資産形成に励むべき。上場企業勤めなら社宅や独身寮で都内で格安で生活できるだろ。俺がいた独身寮は光熱費込みで北千住の駅から離れたとこで1万円だったしな。都内で暮らしていくなら上場企業勤め以外は地獄。東京なんて一部の勝ち組金持ちが貧乏人を養分にして成り立ってる街なのに、朝から晩までキー局の作る東京に憧れるような洗脳番組を見て影響された奴が、上京して貧困生活を始める。地方で身の丈に合った仕事をして生活する方がはるかにまともで豊かな暮らしができる。俺は見た目まあまあだったからか、女には困らんかったな。負け組が住むようなところでないのは確か。お前が洗脳されてる。田舎が東京に勝ってることは何もない。地方には仕事がないんだよ。東京にしがみつくことがトンキン底辺の自尊心を保つ唯一の方法だからな。23区のボロアパートに住んでる層はほんと貧乏人。老いも若きも外国人も、売れないカメラマン、お笑い芸人、バンドマン、声優、劇団員、漫画家、格闘家、変な宗教の入信者、そしてフリーターたち、健康保険証ない、昼はカップ麺やバナナだけ、まさに底辺。なんか人生充実してそうだわ。腐敗臭でやっと気づかれる孤独死とか悲しいな。自業自得だわな。事故物件を増やすなよ。大人気屋で、
家賃14万の物件が自殺した風呂場が全部新品になってるのに2年間家賃半額とか秒で決まるんだよ。日本で無理ならどこに行っても無理だろ。それが日本や韓国ほど外国は自殺率高くないんだな。日本韓国で生きるのは意外とハードなんだよ。理由は知らんが、他人の目を気にしすぎとか。もともとイスラム教やキリスト教では自殺はタブーだが、日本や韓国にはそれはない。日本もすっかり個人主義の国になってしまったので、他人から積極的に干渉されない代わりに、自分から人と繋がって助けを求めないと誰も助けてくれない。まあコミュ障には生きにくい国だろうな。欧米でもプロテスタントの国はそんな感じらしいが。うん、だから欧米での自殺はとてもハードルが高い。日本の自殺率が高いのは日本が生きにくい国というより、宗教的な問題で自殺のハードルが低い国だから、武士の切腹だって自殺。日本では自殺というのが抗議の最終手段になってたんだよね。今は部下が抗議の自殺をしても、抗議を受けた上司は、知らんぷりどころか、これを糧に仕事に邁進したいとか、異様な言葉を口走るけどね。なぜ密室で？すぐに人に見つかるところで死ねばいいのに。そんなことを考えられるくらいなら、自殺なんかしない。状況勝手が東京で自殺してるのならそれで結構、自己責任が口癖だし、そういう生き方をした結果でしかない。大好きな東京様に抱かれて死ぬんだから本望だろ。位牌は消臭剤代わりになるからうんこ周囲東京湾にでも巻いておけ。それは若者じゃなくてバカ者だから。東京は人付き合いないし、孤立するから鬱になりやすい。国王とか周りに何もない地域で自殺が多いのと同じ。昔から生活行動固定するのは良くないと言われてる。あとは最近の傾向として理想が高くなりすぎて現実の自分とのギャップに苦しむんだろう。生きて東京に出てきたものの食いつなぐのに必死で夢見たキラキラした生活もできない。孤独で周りに相談する相手もいない実質的にニート状態に陥ってるんじゃないかと。ちなみに全体の自殺率だと東京は多くも少なくもなく中間くらいです。秋田とか山梨が異様に多い。年間日照率と自殺の関係があるらしいな。日照率が少ないと自殺が増えて、日照率が高いと殺人が増える。北欧がそうだと聞いた。北欧はキリスト教で自殺を必死になって抑え込んでいる。抑え込めてないんだよな。キリスト教がなければ倍化する。そうだとしたら世界でも飛び抜けてんだよな。今ですら多いのに。死は日常で自然の摂理。それは式ごとと捉えるのは人の傲慢。動物だって生きるのに必死なのにずれまくってる。必死だと勝手に解釈してるだけだろ。好きにしろ。父外がヒステリー起こしてるな。友人知人会社なんかの社会とのつながりあれば、行かなかったのかもな。少なくとも腐る前に発見できそうなものだがな。近所付き合いも含めてね。最近は同じマンションの子供に挨拶すると不審者扱いされることもあるとか、無関心化するのは当たり前。同じマンションの人には無関係にするのがマナー。オレンジューでは、孤独と自殺って全く結びつかないんだけど、そも、孤独って何だよ、人付き合いがないってことか、内面を理解されないってことか。人は孤独になると死ぬようにプログラムされてる。今はネットがあるから脳がバグって回避できてるだけ。だから独身子なしの一人っ子で一人暮らしの友人のこと気にかけてる。今は高齢の両親健在だけど亡くなった時を今から案じてる。孤独死の前に介護の心配してやれよ。そいつ実家金持ちだからそこの心配はしてない。ちなみに、参考までに書いとくと、犬や猫など死ぬ前になると一人で離れて静かにひっそりと暮らすのには理由があると言われていて、その時期は弱りすぎていて、敵に襲われたくないからだ、という説があるそうだ。敵に襲われないようにするためには、敵がいないところに、という本能は念をとっても弱ってきた時でもまだ残っているということらしい。お前らも結構誰とも関わりたくないのには理由があって、もともと相互干渉が嫌で、関わられるとろくなことがないからだ、と言われるが、全く同じだよな。見つかるといいな。お前らの、長寿園。犬も猫は弱ってきても、信頼できる人たちの側にはいるからな。孤独死は高齢者の詐欺防止にもなるし、自分の孤独死も防げる最強ツールと言いたいのか。そんな高性能なら孤独死やってないだろ。コロナ禍で不要不急の外出の自粛を要請して、通勤通学以外は出かけるなって言ったら、そらセルフネグレクトになるわな。つーか俺の知り合いの子供も大学一回も行かないで卒業だよ。コロナ禍はほんと大変だったんやろうな。大人は大人で大変だったけどさ。熱中症は初期段階の症状に気づきにくい。気がついた時はかなり進行してるから、これも原因だと思う。わからんけどほとんどが700何人自殺とされているらしいよ。まあ中には体調不良もあったんやろうけど。スマホが唯一のお友達し。このうち何人が異世界に転生してるのか。腐り切った国だよ。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、3時間、53分、28秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。